こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今日は研究レベル198から図鑑を埋めていこうと思います。なぜか鉄砲魚とか全くいない状態になってることに最近気づきました。あ、いいところでグレンじゃないや、グレンの湿地違ういいところで鉄砲魚がいるかもしれない、いるかもしれない海岸に来ました。出るかもしれないですよね、この位置だったら。よし、じゃあ確認して取りに向かいたいと思います。今全く弾がなくてすごいことになってますね。いや、私も自分でもびっくりです。こんなにないんだ。バンジの実もない。バンジの実が欲しい。買い物、お金ないね。お金ないね。まあ、作れるようには一応なってますけど、全くもってできないですからね。すごい、自分でもびっくりする。なんとなく作ってみました。バンジの実欲しい。3個しかない、悲しい。最近ね、実のタイミングに行けないんですよね。木の実のね、マークが出てる時がなくて。え、めっちゃ出てるめちゃくちゃ出てるじゃん。これ全部行こう。え、これはすごくない？あ、トゲチックのとこにもちょっと行きたいけど、このバンジの実シリーズは全部行こうと思います。多分ね、コダックとエイパムから行くべきだと思う。こっちから行こう。びっくりした、こんなにないなって言ってる時に出るんですねないなっていう時に出るとか、なんかもう罠みたいになってる。数少なくてどうしようっていう時にこうね、4箇所も一気に出るんだったら今までもちょっとずつ出てほしかったんですけど、そういうことにはならないんだね、きっとね。さあ、これだ。バックがくれるはず。あー、バンジの実投げてる私、なんてことを。分かった、モンスターボール投げないで倒そう。したらいいんだ。それならボール温存できる。もう間違えてバンジの実投げた時のね、絶望感すごいですよね。私よくやっちゃうんですよね。入る位置だと思うんですけど、この位置に入ってるからいけないんだよね。他は他は倒すよ。バンジの実欲しいよ。8個はこれで確保できますからね。あ、でも1個投げたんだった。7個7個確保になっちゃった。で、エイパムのところとコダックのところだけでも終わらせればなんとかなるよね。へい、へい、コダック。え、白目だった、今びっくりした。白目になるの痛い。でも終わり、これで、これで終わりじゃない。よし、次次次次、エイパム、エイパム、エイパムは投げて捕まえていいかな。使うとなると結構厄介なはず。入れ、よし、一発、近い近い。あ、痛
ッチが違う。えい、バンジのみバンジのみ、あと2あと2、一発で入ってくれるの嬉しい。ダメ、よし残り1、あれいなくなっちゃった、逃がした、悲しい。じゃあ次はもう戦おう。水中でね投げてたから本当にボールがなくなるんですよ。水中じゃないや、水上ボケてるね今ね。本当に朝の5時なんですよね、実は動画撮ってるの。これはもう戦う、もう決めた、倒せばいいんだ、頑張れみんな。そしてバンジの実を、バンジの実をもらうんだ。よしよし、わっすごい、親分出た。え、親分捕まえる、あ、わかった、106あるヘビーボールを投げればいいんだ。そういうことですよね、いっぱいあるから。なぜかねヘビーボールだけ本当にいっぱいあってめちゃくちゃ困ってるんですよね。なんでこんなにいっぱいあるんでしょう、私多分調子に乗って作りすぎたんですよ、ある時期に。多分ねそういうこと。あとは倒します、一発だもんね。大地の力あと5しかない、まあいっかしょうがないよ、5だったら足りるよね、足りるよね足りるよね。逃げないでほしいな、逃げないですよね確か、目のクラゲとか毒クラゲって。そう、視聴者さんでもバンジの実がないっていう方多くて、私ね結構普通に集まってたので今までね全く気にしなかったんですけど、さすがにですね使って残り3個はねめちゃくちゃ気にしました。でもこうやって4箇所出る時もあるということは、なんか待ってればいけそうですね。というかこの子たちみんなちゃんと大量発生の子なのかな。バンジの実ちゃんと落ちてる？たまに違う子混ざってますよね。落ちた落ちた。え、まだいる。え、そんなに出ます？ 8 だけじゃない？もしかして。いっぱい出てくれるのはすごく嬉しいんですけど。いっぱい出てくれるのは今回に関してはとても嬉しい。レベル29だし。よし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 。いけ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 。何個？何個今回の。あ、時の方向しちゃった。待って、当たらない。やってしまった。効果がないようだ。それは嬉しい。いいや、冷凍ビームで。半減でもさすがにレベル差でいけるでしょ。え、悲しすぎる。力技にすればいいんだね。冷凍ビーム、力技だったらレベル27でもいけるんだね。押し切れるんだね。わかった。あれ？いなくなった。いた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 。よし。違う子使えばいいんだけど。とりあえず。あ、ラスターカノン力技にすればいいんだ。タイプ1でいけるんじゃない？よし。初めてバンジの実のために頑張っている。え、まだいるの？どこ？あ、いた。アグノム。あまり使ったことないんだけど、今レベル上げたくて連れてきてます。アグノム。おー、神通力あるじゃん。いいかもしれない。よし。終わりでしょ？あと1で終わりでしょ？来た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 。次。バスラオか。飛んだ方が早い？ちょっとわかんないんだけど。4箇所って回れますよね。ギリギリだった気がするんですが。違うかな？今まで私やってた感じだとギリギリなんですけど、4箇所。バンジの実のために、最終何個取れるのかすごい楽しみなんですけど。うおー、ヤブンがいる！いや、嬉しい、これは、おヤブン。おヤブン！
メスじゃなくてオスなんだ。ちょっと分かんなかったけど。え、待って、アグノムやば、あ、待って、やばくない？これ欲しい。欲しいけど、アグノムレベル上げたいのよ。倒れちゃうかな？一発で入ってくれれば。入ってくれれば。よっしゃー！あと捕まえても倒してもいいんだけど。へい。よしよし。倒します。でもレベル60だ。つぶてでいける。レベル差がちょっときつい。草タイプになってる。ね、確かなんですけど、バスラオたちって研究レベルね、埋まってるはずなんですよね。なので倒すでいいと思うんだけどな。さあ頑張れ。アルセウスは草タイプになってレベルが上がってくれると嬉しい。何個いける、何箇所いけるんですかね、全部潰していくので。はっ、これで6時。一応いつものタイマーかけてたんですけど、そう、嘘じゃない。朝からやってます。というか今日寝てない。ね、時間がなくてね、この時間になっちゃったんですよね。お仕事してて撮影するの。イダイト埋まってたはずなんだよな、確か。あ、すごい、倒したの初めてなんだけど。ああなるんだ。終わっちゃった。あとどうしよう、あとどうする。ちょっと見て回りますか。あとなんか埋まってた気がするんだけどな、違うかな。時間がない。時間がないので、色がいるかどうかだけ見ますか。どこまで回れるのか全然わからないですけど、とりあえず確認。よし。一応ですね、他の子たちは埋めてあるはずなんだよな。研究レベル10になってる気がします。あと少しだけになってる。5、6箇所頑張ればいけるのかな。私いけたことないんですけど、最初の4箇所だあ4最初の4箇所だけはちゃんといけるんだけど、その4体だけ見て回るのは全箇所回れるんですよ。でもね、捕まえたりとか全てこう処理したりとかしながらだと回れないことが多くて、結構ね大変な感じになってます。かわいいなあポッタ石。これで、どうすればいいんだ。遠くない？トゲチック、トゲチックのところに、進化個体出てくれないかな。そういえばない。そういえば持ってないんですけど。出てくれないかな。よし。遠いし。こっち側ね、戻りの洞窟とかに飛べたら幸せですよね。遠いからベースキャンプ戻りの洞窟に作ってくれないかなって密かに思ってます。いないか、さすがに。あのね、トゲチックの個体は結構ね大量発生出るんですよ。あ、大発生か、出るんですけど進化後が出なくて結構ね困ってはいるんですよね。あとね、飛んでいくよね。気にすると飛んでっていなくなっちゃうから、結構早めに投げないとダメですよね。出た、嬉しい、出た、やっと初めて出ました。トゲチックいっぱい来てたけど、トゲキッス嬉しい。やっぱ出るんですね。
星マークがね出てるトゲチックをね狙ってるんですよ今。天使ポケモン欲しいから、トゲキッス欲しいからなんですけど、なかなかねなってくれなくて。いやー、ムーホース打ってる、初めてです。大発生が始まってからずっと狙っているんですけど、あー入ってくれない、悲しい。ヘビーボールじゃダメかな。いやでも数多いからヘビずっと投げていたいんですけど。でもそんなんしてるとあれですよね、嵐終わりそうですよね。どうしよう、木の実頑張って取りに行ってきたんだから、これもこれも欲しい。アルセウスがまずい。こういう時はこういう時はヘビーボールしかなんかないぞ。あれ、ボールの種類が3種類しかない、おかしいな。ハイパーボール買えなかったのか、そういうことか。やったー、トキキッス入った、嬉しい。で安い位置かな、ムーンフォースを見た数が入ってる。うわ、え待って、海の中行っちゃった。ちょっと待ってよ、それ海の中じゃん、なんか溺れてる。あ、溺れてんじゃん。え、撃てないじゃん、なんでなんで。へい、お、入った入った。あ、雨止んじゃった、びっくりした。最近ね、怪ししがね真横に走っていったりとかはあったんだけど、トゲチックが溺れてるのは初めて見ましたね。ちなみにあの怪ししがね真横に走ってるのはね動画撮ってなかったんですよ。そう、でもね横に走ってた。びっくりしましたね。親分2体でトゲチックのところでトゲキッスが取れたから、図鑑が、あ、埋まった、嬉しいね。足りなかったんですよ、ムーンフォースを見た数でいけましたね。バスローもね結構ね足りてたんですが、わ、これできてよかった、嬉しい。ではあの今回の収穫見ましょう。1匹だけですけど、図鑑の研究レベルが埋まったので199になりましたね。そして29個ゲットしました。悲しい、1個投げてるから、本当は30個マックスでいけるはずだったのに、マックスでいけるはずだったのに、バンジの実がこのバンジの実をね投げるという行為を私はよくしてしまうので、結構ねもったいないことしちゃってますよね。次回は気をつけて投げないように頑張ろうと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わっていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。